陶芸家の渡辺拓真です。今日は何作って何食べようか。器以外のオブジェなどには展示台を作ります。運搬も考えて丈夫でミニマムな作りにします。展示台の構成は台座にパイプを刺して支柱を立て、その支柱で作品を支えます。美しく展示することと同時に、運搬時に壊れないように分解できるように作ることもポイント。塗装は黒か透明にすることがほとんどです。それでは制作スタート。イメージは支柱2本で支えて少し浮かせる、浮かせる高さが難しい。パーツはいろいろな太さの金属の棒とパイプで作ります。お気に入りはスチームパンク風なテイスト、銅や真鍮、今回はアルミと真鍮だけど。材料が決まったら寸法に合わせてカット、金の子で切っていきます。切りにくい。最後は手で。金の子で切った時のバリを削り取ります。パイプの内側もきれいに。プラモデル用のダイヤモンドヤスリが便利。次は支柱。決めた長さでカット。パイプと違って少し硬い。支柱と作品が接触する部分を決めます。カーブをよく見て曲げる。ここは力技。本来は叩いて曲げていくかと思います。カーブの確認。ロウ付けをして支柱のパーツをつなぎます。バーナーで熱してフラックスを流す。泡と煙を確認したら温度は OK。 ハンダを流し込みます。溶けたら急冷。水につけて冷やす。細いのですぐ冷めます。はみ出したハンダをヤスリで削り取っていきます。これでパーツは完成。台座は木材で作ります。パイプを固定する場所を決めます。センターから等間隔な距離をとって目印を描く。台座に穴を開けます。貫通しないように板の厚み分の目安のテープを貼っておきます。途中から斜め方向に穴を開けていきます。テープによって深さのリミットが分かりやすい。これはおすすめ。一旦仮組みをして深さと角度を確認します。支柱も刺してみます。無事にパイプに入りました。仮組みで確認した後はもう一度ばらして紙やすりで磨いていきます。後で塗装するので全体を磨いていきます。
塗装が終わったら組み立てます。パイプは接着します。接着剤を流し込む。パイプを軽く差し込んでから叩き込みます。反対側も同様、打つべし。魚のオブジェの場合、見た目と実際の重心を考慮して支える位置を決めます。パーツを作った後もよくよくチェックします。台座に乗せてパイプを立てる位置を決めます。全体の印象が決まるので、ここは大事。以下省略。塗装ではスプレーを愛用しています。薄く数回に分けて吹きつけます。シンナーに気をつけろ。乾燥時間はご飯の時間。魚のオブジェを触っていたし、忙しいけれど美味しい魚をいただきたい。ハモを見つけました。すでに骨切りしてあるので簡単に落としにします。最大のコツは氷水を準備してからスタートすること。沸騰したお湯に少しずつ入れていきます。温度が下がりすぎないように注意。いい感じになったら氷水に放つ。急冷。手で確認します。ちょっと上品に小さいボウルに入れよう。氷で奥を高くして大葉を敷きます。庭にいっぱいあるので全面に敷いちゃう。土台になる一切れを置いて立体を意識して置いていきます。自家製の調味料、梅と赤しそを叩いて混ぜたもの。口の中での香りが大変いい。氷によってキンキン冷え冷え。塗装が乾いたらマスキングテープを剥がします。組み立てて確認します。きちんとできているかな。実際に乗せて収まりを確認します。展示台に限らず梱包などもいつでも誰でもが同じようにできるように作っておくことが大事です。いろいろできました。展示台以外の工作物もあります。リクエストの多いフォトフレームはネジを入れて自立。かやりの部品も作りました。見る人によってイメージの変わるオブジェ。今回の展覧会タイトルはブルー&ブラック。
青と黒。会期は6月17から22、在廊は17、18、19を予定しております。備前焼ギャラリー無限庵銀座店にてご観覧いただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。